なんだろう、覗いてんの？ドキュメン。うん、元は鈴木って書いてあったのかな。あれナンバーついてるし、え、普通にそうですね、ついてますね。あ、じゃあナンバー古いっすよね、上2桁なんで、はい、あ、動かねえな、はい、これ初心者の把握って飛んだの、うん、意外と車が埋まってるかもしれないだって変考えが、中も壮絶だらですよね、うん、か窓いっぱいいっぱいだな店かな、これ、これ店、あ、骨董品じゃない、なんていうんだろう、中古パーツの、うん、リサイクル部品の販売とか、なんだろうな、なんだかな、うん、ローソンはないな、ないっすね。ああ、ちょうどいい場所が、いや、でも人いるんですね、明かりついてるんで、うん、1階の、あの部分だけですかね、ゴミ屋敷化してて、上は普通だったら、まあ、電気つけてるだけで済んでないかもしれないけど、よし、いると見せかけてるカモフラージュ、うん、うん、